俳優の瀬戸俊樹と清原翔が、ABC テレビテレビ朝日系ドラマ、ふか。夜のダメ恋図鑑、10月スタート、に出演することが決定した。ダメ彼氏、役を演じる。瀬戸俊樹、左、と、演じる原作の国分良尾崎イラ氏の同名漫画が原作の同作は、ダメな恋愛を赤裸々に書き、そんな恋に振り回され、赤覚かつ辛辣に切り捨てる決め台詞を放つ女性たちを、馬場ふみか、佐野ひな子、久松郁美の3人が演じる。瀬戸が演じるのは、クールで頭も切れる彩色兼備な美女、沢子、佐野、の彼氏、国分良。目はピュアで素直だが、前年で何かと残念な男で、瀬戸は、登場する男の中で一番ダメな男なんじゃないかなと思いました。共通点はあったらまずいですよね。共通点はないと思いたいです、と語り、こんな男いる、ムカつく、ありえないと思っていただけるように頑張ります、と意気込んだ。一方の清原が演じるのは、体育会系で熱くまっすぐなイケメンながら、社会人デビューのため言動も私服もダサい八代さとし。少女漫画能で、理想が高すぎる仙台、久松の理想の王子様になるべく、空回りしながらも奮闘する役柄で、清原は、こう、気になった女性のためには僕も頑張りますし、本当に応援したくなるようなキャラクターだなと思いました、と共感した。清原翔、左、と、演じる原作の八代さとし、C、尾崎イラ、小学館、本。記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。